こんにちは、ハイジーです。今日はこちらのトースト少女というゲームに手をつけていきたいと思います。なんか可愛らしいね、女子高生のなんか少女漫画チックな、ゲームなのでしょうか。いきましょう。とタップすると少女が、道のね、行きたい場所に行けるということですね。目覚ましから始まって、あ、ドラマでよく見るあのシーンで、目覚まし見て遅刻だ。お、喋った喋った。よけんのね。よけん、ああ。よけて、あ、危ねえ、危ねえ。あ、タップ。え、これ、あ、びっくりした。あ、急にこけた人。ああ、危ねえ。みんなこけた。あ、危ねえ。あ、これちょっと結構熱くなっちゃうね。あ、難しい。あ、危ねえ。あ、危ねえ。急に。あ、みんなこけた。これみんなこけるパターンなんだ、さっきから。このこけるパターンなんだね、みんなが。あっぶな、どうする、あー、ぶつかっちゃった。痛い。これも運命なのですね。違う。なんだよこれ、なんだよこれ。うん、面白いよ、面白かったよ。これ、後から学校で、転入生が来たって、あいつがいるみたいなパターンなのかな。うん。もう一回やりたい。ちょっと面白かったから。はい。あぶ。はい。はい。これ、あー難しい。あー。なに、あ、ぶつかった。これ話違くない？もう運命なのですね。なんで毎回お前なんだよ。これ分かった。サッカー部員とぶつかっちゃうから、このブサイクなやつとね、仲良くなっちゃうわけで、かっこいい学生とぶつかったらいいんだよ。ね。それで行こう。サッカー部員以外とぶつかる感じにするしかないね。難しい。あ、危ない。危ない。よしよしよし。これ何？岩？ちょっと。あぶね。これ。テニス部だ。かっこいいんじゃない？これ。運命なのですね。同じやつかい。